おはようございます。ユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそ。フリーアナウンサーの林理瀬です。この番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人、新規事業に関わる人に向けて起業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて今日も起業の科学の著者でありユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。最近私たちのこのスタートアップ1年生の教室、はい、略してスタイチですけれども、サムネイルを変更いたしまして、はい、爽やかになりましたね。そうですね。いや、僕だけの絵だったんですけど、林さんが入ることによって爽やかな。いやちょっとね、私アナウンサーという仕事をしてるんですけれども、あんまり写真に撮られるとか動画に撮られるとかがそんな得意ではなくって、なんでこんな仕事やってるんだって感じですけど得意じゃないってどういうことなんですか？なんかそうですね、あんまりその自分が写真とかに出てるのが、うん、あのインターネット上に載ってるとドキドキしちゃうというか、うん、あそういうのも、ね、あります。そうですよね。これ慣れですか？慣れていくもんですかね、うん、まあなんか僕もそういうのは極力同じ写真をずっと使ってる理由っていうのも、はい、なんかあまりそのなんていうんですかね、まあ、いろんな人に知れてはなんかいろんなことを起きるというか、うんうんうん、なんかなんていうんですかね、なんか言い方あれなんですけど、嫉妬妬み的なものとかも、まあ、最近だと炎上してなんぼみたいなのかもしれないんですけど、うん、僕もそういう芸風じゃないんで、はい、そうですね、はい、今日もより爽やかに、はい、お伝えしていきたいと思います、はい、ということで本日のテーマに参りましょう。本日のテーマはスタートアップの成功率ってどのぐらいなのということなんですけれども、うん、これねよく聞かれる質問なんですけど、そうですか、正確な数字って結構わからなくて、うんうん、成功率って言ったんですけど、絶対的な成功数は、言えるのかなと思ってます、はいはい、あのその指標で言うと、まあ、一応ですね、あのスタートアップ分かりやすく成功で言ったら上場と言って、うん、以前はマザーズって市場だったんですけど、うん、これが最近ですねグロース市場って変わって、でスタートアップで上場している数っていうのが、2021年66社で、去年だと年で58社なんですね。58社、はい、でこれはまあ完全成功だと言えるんですけど、はい、ただその募集団であるスタートアップがどれぐらいあるかっていうところなんですけど、これ諸説あって、まあ、会社登記してるので言うと年間多分普通にスタートアップも入れないとだいたい10万社ぐらいどんどん企業生まれていくという、あもう全部の会社登記、そうですね、それがあって、でも純粋にスタートアップ的にやってるところで言うと多分5000社行くか行かないか、あそう考えると割合かなり低いですね、スタートアップは。そうですね、まあ、そうですよね、5000社ぐらいで、まあ、大体20分の1ぐらいかなと思ってます、はい、ただ創業してそこからスタートアップ、ね、最初はこうフリーランスでやってスタートアップやる方もいたりするんで、うんうん、ですけど、まあ、純粋に5000社いて多分そのうちいわゆるこうエンジェルとかシードファイナンスを切るのが1000社ぐらい年間で今いるんですね。で1000社いるっていうのはそのシードファイナンスというか、資金調達した人は当然その、まあ、上場を目指しますっていうことになるので、まあ、純粋に考えてやっぱり1000分のだいたい60っていうところなんで、うん、だいたい 6%、7%。ただこの1000社に残るっていうのも当然その数千社のうちの1000社なん で、絞り込まれてるんですよね、はい、ただ1000社にシードでのそういうふうになるってことはもうこれ覚悟するってことなんで、うんまあ、そこからスタートアップで換算したら、うん、なんかね1億円調達した方々って1億円すげえなと思うかもしれないですけど、うん、それでもまあ 10% 以下なのかなって気がしてます。1億円調達してもまあ、いわゆる成功と言われるところまでは 10% 以下。そうですね。ただまあ成功って言った時に最近だとやっぱり事業会社がそのスタートアップ買収するケースもあの微増はしててですね。ああ、そうなんですね。去年だけで言うと122社。あ、結構多いですね。そうですね。であとは会社を買うんじゃなくてなんか会社でいくつか事業やっててここの部分だけ譲渡しますというのが36社いるんで、そこがだいたいまあ多分表に出てるだけでそれぐらいなんで多分200社ぐらい起きているので、ただこれがその資金調達したかどうかは別にしてですね、多分資金調達した方々だと半分ぐらいなんで、まあ、100社以下ってなっていくと、ただ金額がめちゃめちゃ安かったりするのもあるんですよね。となるとその半分なんで成功したのが50社としたら、まあ
その先ほど言った1000社あった時に大体成功っていうのは100社ぐらいなのかな、なんで 10% ぐらいなのかなって気がします。1割ぐらいということなんですね、うん、それ残りという言い方もあれですけど、900社成功じゃないと分類された900社はどういった形をたどっていくんですか、うん、はい、まあその上場するにはやっぱり高い基準が、まあ、そんな高くないんですけど、やっぱり売上10億円以上とか、うん、利益が1億以上ってのがあるんですけども、そこに至らずに、とはいってもなんか3、4億円とかでずっとこうね推移している人もいるので、あ、じゃあ続いてはいて、そういう人もいますね。そういった起業家も結構僕の周りにも多くて、もう創業10年以上前にいて新調査を受けてるんですけども、まあ、なんかめちゃめちゃこう大きくスケールすることなく、まあ、毎年 10% 伸びてますみたいな人たちもいると。はい、ただそこだとやっぱり投資家からの期待にしてみたら年間 10% 伸びることは全然期待していないので、結局その株を買い取るみたいな話になったりとか、別の投資家にその株を渡すみたいなことも起きたりしていますね。はいはい、だからそのタイミングでお金がないので、うん、まあ買い取り条項みたいなのがあった時にお金がないので会社清算することも聞いたりはしますね。うん、10% ずつ成長はしていても、そうですね、だからそれが嫌な方はある意味その起業家で僕の周りにも結構いるんですけども、もう投資家からもう株を買い取るみたいな、現金に買い取るってこともやってる人もいます。へー、でそれでもうなんか別になんかね、ぐっと毎年倍に成長するだけが、まあ、事業じゃないと思うんで、毎年 10% 15% 堅実に成長するみたいな道を歩む人もいたりしますね。なるほど、うん、完全に会社を畳むという方も毎定数、そうですね、その本当に規模の経済性みたいなところになってきて、いわゆるなんていうんですかね、売り手が集まって買い手も集まるみたいなメルカリモデルとかエアビーモデルとかそういうモデルになっちゃうと、まあ、ある一定数までいかないとやっぱ勝ちきれないんですよね。そうですね、うん、やっぱり市場が独占か寡占か、寡占っていうのは 3,4 社でシェアの場合があるということで、はい、独占は1社がほぼ独占するということなんですけど、はい、そういったビジネスモデルも結構あるんですね。そういうふうになってしまうと、基本的にもう全然ユーザーも来ないですし、ダメになってしまうと、まあ、以前のケースでいうと折り紙っていうスタートアップがあってですね、ここ確か8億くらい調達してたんですけど、はい、QR コードのペイメントやってたんですよ、はい、要は今皆さんね PayPay とか使ってらっしゃると思うんですけど、はい、おそらく日本で初めてやったんですね。 QR コードでペイメント支払いできますと。そうなんですか。2015年に立ち上がったんですけど、はいはい、8億に調達して、確か2019年に、おそらくですね100万ぐらいの額で8億調達したんですけど、100万とかでメルカリさんが買収したんですよ。100万ですよ。80億が。だから本当にもうタダみたいな値段ですよね。あ、そうですね。でこれなんかもうペイメントなんか分かりやすいんですけど、結局皆さんもスマホ見て残るって言ったら、まあなんか楽天と、まあなんかその、PayPayがあって、で、LINEPay と PayPay が一緒になっちゃったんで、はい、もうなんか2、3個に集約しますよね。まあ、めんどくさいじゃないですか。そうですね。そういうペイメントとかもそうし、メルカリもそうですし、そういうサービスとかって10個も残らないんですよね。最終的に2個、2個、3個になっちゃうので、どんなに頑張っても、もう行ってみたら、もう、伸びないと。例えばそういった折り紙みたいな会社とかも多分従業員が数百人いらっしゃったと思うんですね。だからもうそうなっちゃうと売り上げも全然上がらないし、結局もうね、もう続かないってことになってしまうと、まあ、そういう感じで、いわゆるその寡占型独占型、これネットワーク効果といってですね、売り手が買い手呼び込んで買い手呼び込むみたいな、そういった事業だとやっぱりそのもう規模の経済性っていって、規模がでかくなれば儲かる仕組みなところっていうのは、やっぱりスタートアップこれ多いんですけども、やっぱりもう畳んでしまうケースが非常に多いかなと思います。なるほど。いや、今日はスタートアップの成功率ってどれぐらいというテーマから、スタートアップのリアルというか、うん、現実の話になりました。そうですね、うん、まず資金調達するところが5000ぐらいから1000になる、うん、結構そこも厳しい戦いですけど、そこから上場するっていうのがまた1割とか1割以下とか、うん、なるほど。だいぶなんかスタートアップの数字的に見ていくと、スタートアップの大変さとかリアルな部分が分かりました、まあ、ですけど、ね、これ聞いてる皆さんもスタートアップにご興味あると思うんですけど、ただなんかその5000社から1000社、1000社から上場っていうふうにざっくり言いましたけど、
5000社の中でもやっぱり選ばれるためにはいろんなやっぱり見るべきポイントありますし、1000社の中からその50社にはいろんなやっぱりプロセスがあると思うんですよね。まさに、だから僕ユニコーンファームって会社だったんですけど、まあ、ご興味ある方はですね、まさに我々はその5000社の中からいかにしても1000社選べるかみたいなところの壁打ちをしたりだったりとか、さらに調達した後でもどう成長していくのかみたいな、まあ、ご支援をさせていただいているというところです。ご興味ある方はですね、まあ、ぜひあのホームページとかも調べていただいてですね、はい、そういったフリーで壁打ちとかもしますので、概要欄にも URL 貼ってありますので、はい、さあ皆さん本日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ぜひこの番組のフォローをよろしくお願いいたします。ユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室、ぜひ次回もお楽しみに。ありがとうございました。